どうも、無意識にサッカーのニュースサイト開いてて、はっ!ってなるときあるよね。おなじみ、レオザフットボールでーす。さあ始まりました、ニュースザフットボール。こちらの動画は世界中のサッカーニュースを私レオザフットボールが独断と偏見でランキング付けをしてコメントさせていただくといった、そんな動画となっております。ちょっとね、髪の毛セットするのめんどくさくて、こんな感じのね、ニュースだとありえない格好になってますけど、まあ気にしないで、見ていただけたら幸いです。といった感じでいきましょう。第5位、ペップバイエルンのディフェンスバトゥシュトゥバー獲得か、コンパニーの穴埋め。というわけで、マンチェスターシティがバイエルンのドイツ代表ディフェンスホルガーバトゥシュトゥバーの獲得を狙っているというように、イギリス紙のサンが報じたというわけで、サンっていうのはですね、こっちで言うトースポ的な感じなんで、あんまり信じる必要はないのかもしれないんですけれども、マンチェスターシティのですね、ペップ監督が狙ってるっていうふうに、言われてるディフェンスですね。まあこの選手ですね、かなり、スペランカーと言いますか、怪我がちな選手でおなじみの選手なんですけど、ただですね、バトゥシュトゥバー、左利きで、ゲームメイクだったりとか、そのね、ロングキックが得意な選手ですね。また、ペップの場合ですね、ギュンドアンとか、怪我がちな選手でも能力のある選手だと取ってる、経歴といいますか、過去がありますので、こういったですね、予想も含めて、サンが報じたんじゃないかと、ファンダイクは取らないっていうふうに宣言していますけれども、この間のリバプール戦とか見ますと、やはりコラロフのところ、特にですね、コラロフの個人能力というよりも、ディフェンスとの連携が不安ですね。本来ですね、左サイドバックの選手なんですけど、今シーズンはですね、ストーンズの不調もあったりですとか、コンパニーのね、復帰がかなりですね、復帰しては離脱してのこういう風な感じで離脱が長引いてるっていうこともありまして、コラロフセンターバックをですね、やる機会が多いです。それによってですね、ちょっとサイドバックをやった時にセンターバックとの連携の部分なのか、ちょっとスペースを空けすぎてしまったりですとか、リバプール戦のね、1失点目なんかもですね、ちょっと、ボールウォッチャーになりすぎて、入ってくるですね、ワイナルドゥムに対してちょっとね、ジャンプするのが遅れるって言いますか、ちゃんと競り合い切れてなかった部分があったりとかしますので、そういったところでですね、極力、左サイドバック、クリシーがちょっとね、パフォーマンス的に不安定な部分あるんで、コラロフをですね、今後左サイドバックに今シーズンいっぱい使っていくってことを考えると、バトゥシュトゥバーを取って、左のセンターバック使って、ストーンズとターンオーバーするっていう形の方がですね、チーム的には安定するのかなっていうふうに、思いました。またこのバトゥシュトゥバーですね、移籍金が今冬に獲得する場合は、約4億3000万に抑えることができるということで、まあ、マンチェスターシティからしたらですね、バトゥシュトゥバーが、怪我さえしなければ十分ですね、この4億3000万っていうのは回収できる金額っていうふうに、考えれると思います。まあね、その怪我さえしなければっていうのがですね、どうしても、ベルマーレンとかローマに行ったバルサからローマにレンタルなのかな、一応、出されてる選手とかもそうなんですけども、どうしてもですね、筋肉系の怪我って癖になっちゃうところがありますので、まあその辺をですね、楽観視はできないんですけれども、選手としてですね、ベストコンディションな時はですね、すごく左足のキックの精度いいですし、ディフェンスの判断もいい選手ですから、そう考えるとバトゥシュトゥバーね、ペップが獲得して、マンチェスターシティで復活するっていう姿もね、見てみたいなとかいうふうに思って、このニュース選ばせていただきました。では行きましょう。第4位。バロンドールのクリスティアーノ・ロナウドはまさかの戦外。スペイン紙が2016年リーガベストイレブンを発表。というわけで、はい、こちらですね、2016年のリーガベストイレブンをマルカが選んで、発表しました。それがですね、システム343で、ゴールキーパーがアラベスのフェルナンド・パチェコ、そして3バックが、アトレチコのゴディン、バルセロナのピケ、そしてソシエダのユーリ・ベルチチェ、そしてミッドフィルダー4枚が、エイバルのペドロ・レオン、そしてですね、ビジャレアルからはマヌ・トリゲロスと、ロベルト・ソリアーノ、そしてレアルからはトニ・クロース、そして3トップは MSN だったということで、これですね、驚きなのが、マルカっていうのはかなりですね、レアル寄りの、報道をする新聞でして、だいたいこういった感じでレアルの選手がですね、少ない、ベストイレブンだったりとかすると、どっちかっていうとムンド・デポルティーボ、バルサ寄りの新聞が発表する記事なんですね。なんでそういったところでちょっと驚きがあります。プラスですね、選ばれてない選手、例えばイニエスタだったり、モドリッチだったり、あとですね、ジダンが就任した後の活躍で言ったら、やはりカゼミロ、アトリチコもね、グリーズマンだったり、ガビだったり、コケだったり、ね、サウルもそうですし、挙げたらですね、選手入れないのっていう選手たくさんいますよね。そんな中でですね、ビジャレアルの選手とバルサの選手がたくさん選ばれてるのは不思議です。
し、これですね、僕の予想ですとマルカが主催する、リーガエスパニョーラの授賞式、これにですね、メッシが、この、参加を拒否したっていう流れがありましたね。その理由としましては、リーガの会長がですね、バルサの選手たち、バレンシア戦でですね、ペットボトルをぶつけられた時に大げさだっていう風に批判した、会長へのリーガ会長への、ボイコットの意思表示ということで、そういう風に、選手たちと言いますかメッシが、参加を拒否した、まあもしかしたらクラブの意向かもしれませんけれども、まあそういったことがありまして、マルカとしましてはちょっと、バルセロナに機嫌を取った形に、なったのかなっていう風にちょっと邪推してしまう部分があります。では行きましょう。第3位、ヴィッセル、ゆうべ加入報道から一転、中国の天津ケンケン遺跡を決断か。これ絶対読み方違いますけどね。なんて読むんでしょうね。天津ゴンケンかな。まあ中国に、ヴィッセルがですね、誘われてるということで、遺跡金自体はですね、残り半年の契約で、ユベントスは 7.4 億円なんですけれども、この中国は 24.5 億円を出すと。そして給料の方が4年総額 88.3 億円。あるいは年間で 22.1 億円って言われてる。かなりですね、大金を投じてヴィッセルを取ろうとしてる。この中国のチームなんですけれども、これがですね結構現実味を帯びてるなと思ったのが、ユベントスがですねベネズエラ代表のミッドフィルダートマス・リンコンの獲得をですね公式に認めてるってところですね。このリンコンのプレースタイルを見ましたら、バランサーで非常に、スペースを埋めつつボールを刈り取るタイプの選手、本当にですねアンカーって感じの選手なんでしょうね。まあこのリンコンをですね獲得してるっていうことは、ヴィッセルを取ったらですねアンカーのポジション、かなりですね被ってしまいますので、そう考えるとこのヴィッセルの中国行きがですね、現実味を帯びてきたんで、ユベントスはですねリンコンの方に、ターゲットを移したのかなっていう風にも考えられます。それ以外にもですねリオのフランス代表のトリストを、獲得っていうプランも進めてるっていう風に言われていますし、あの前にはですね、モナコのバカヤコとかも話上がっていましたので、そうなるとですね、まあ前もマテウィディとかもありましたけれども、このねヴィッセルまで中国行っちゃうのかなっていうところを考えますと、僕ヴィッセルのねプレースタイルね、パスシンプルにさばきながらっていう感じのね、あのベルギー代表でのプレースタイル好きでしたので、ちょっとですねこの選手も中国行くっていうのは寂しい部分がありつつ、まあプロなんでねお金で動くことに僕は批判できないところはあるんですけれども、ゆうべに来ると思ってたんでねかなり残念な部分ではありますので、これ一応紹介させていただきました。では行きましょう。第2位、物議を醸したクロスのジョーク、マルセロの反応は、というわけで、クロス何したのっていうところなんですけど、クロースがですね新年を祝うツイートで、ツイッターのツイートで、フェリス、スペイン語でですねポルトガル語でハッピーっていう風にですね、言われる単語なんですけど、それに2017っていう風な数字が、書かれまして、まあ、2017年おめでとうみたいな感じなんでしょうけど、その17のところをですね1と7のところをブラジルとドイツの、国旗にねしてしまってる、その画像付きのツイートしたっていうところで、ブラジル人がもうめちゃくちゃ怒ってるっていう感じになっていまして、これに対してですね、まあ、ロナウドも怒ってるんですけれども、マルセロがですね、同じチームメイトのマルセロが、皆さん明けましておめでとう、健康を願い、永遠に他者への尊重っていうメッセージをツイートしたっていうことでですね、クロースに対してちょっとですねお前やりすぎだぞっていう部分を、こうツイートでのねメッセージに込めたっていう風に言われていますね。でさっきちょっと言ったロナウドなんですけど、ロナウドに関してはですね2週の部分の2と0をブラジルとドイツ、日韓ワールドカップですね、その決勝 2-0 で勝った時にですね得点決めてるロナウドなんで、まあその画像がですねクロースに対するアンサーっていうところで、ちょっとですね新年早々ちょっとバチバチ感があるようなそんなニュースになってしまいました。まあこれに対してですね、クロースは小さなジョークによって多くの注目を集めちゃってよ、みんなの安全でハッピーな新年をお祈りしますということで、あくまでもジョークだったっていうことを、強調してるツイートしてるんですけれども、まあ鼻持ちならない性格がちょっと垣間見えてしまったかなとか思いまして、なんか勝手にねクロースって性格いいイメージあったんでちょっと残念だなとか思いつつ、でもまあこういったところがねあるから、レアルでも活躍できる選手なのかなっていうふうに、思ったりとかしました。というわけで行きましょう。第1位、ハリル、ホンダをナンバーワンパサーと語るも、日本代表は皆のもの、彼の個人的なチームではない、というわけで、こちらですね、ハリル・ホジッチ監督が、ジャカルタを本拠地に構えるスポーツメディア、リーガ・オラフラーガ
って読んでいいんですかね。ちょっと読み方わかんないんですけれども、そちらでですね、コメントを伝えているというわけでお伝えします。私はホンダが継続的に試合へ出場する必要があると考えている。日本代表には彼が必要だ。ホンダは日本でトップの点取り屋であり、ベストパサーでもある。まあ、大エースということですね。しかし、彼が満足に試合に出られないならどうなるか、私ははっきりと彼に伝えた。もしも日本代表でプレーし続けたいのなら、クラブでより多くの試合に出なければならないと、私はホンダに説明したよ。また、日本代表は全員のものであり、ホンダの個人的なチームではないとも伝えた。私としてはホンダがクラブで先発出場する姿を見たいが、それが不可能なら移籍を考えるべきだというわけで、まあすごく真っ当な意見を言っていますね。ホンダが試合に出てですね、海外で活躍している限り、ホンダを呼び続けて日本代表の中心にはするけど、そうでなかったら君に居場所はないっていうですね、このね、エースに対してもきちんとね、公平な競争を求めているっていう姿勢は素晴らしいと思います。でですね、最近ですね、ザックの通訳日記だったり、あと僕ですね、この、直撃本田圭佑、これ買いまして、これを読んでですね、ちょっと、本田圭佑っていう選手をですね、すごく知りたいなと思いまして、いろいろ注目したんですけれども、通訳日記に書いてあったところで気になったのは、本田圭佑はですね、やっぱりメディアでもちょこちょこ言っていますけれども、取れそうなところに、ボールを置いて、取れなくて自分たちが、支配するサッカーをやって、相手を疲れさせてっていう、それで試合を決めるっていうようなサッカーをしたいっていう話をしていまして、まあスペイン代表のですね、一番、ガルディオラ色が強かった頃みたいなイメージなんでしょうか。なんでそういったところで、僕たちはですね、ザッケローニが、すごくですね、ポゼッションサッカーをですね、重要視したっていうか、こう進めていったイメージを持ちがちなんですけども、ザッケローニ自体はですね、スピードに乗った状態で早くフィニッシュする、ボールを持ってるサイドと逆のサイドの選手は、ダイアゴナルの動きでどんどんゴール前に飛び出していって、4-2-3-1 ですと、3の両サイドの選手なんかは、逆サイドにボールがあるときはフォワード的な動きをする。中でゲームメイクするより、斜めに入っていってどんどんストライカー的な動きをしてほしいとか、そういったですね、前に速いサッカーっていうのをですね、ハリルホジッチと同じように求めてたわけなんですね。ただこれに対して、違ったのは、ホンダでして、ホンダはですね、そこを監督に直訴して、ちょっとここは妥協するわけにはいかないと、ちゃんと納得した上で進めたいって言って、両サイドバックを上げて、もっと支配率高めながらやるサッカーをしたいっていうふうに、言っていたんですね。こういったところで、ちょっと、まあ、ザックとぶつかっていまして、ザックが、今自分が求めてることを、できた上で、それで手詰まりになったら、その主張は正しいけれども、それをですね、さっき言ったように縦に速いサッカーだったりとかスペースを見つけて走り出すサッカーができていないのに、それをですね考えてたことが腹立たしいみたいなことを通訳日記で、言っていまして、まあちょっとねニュアンスとか違ったらすいません、そういったことを言っていて、まあそういったところで、日本人っていうのは監督に従うところだったりそういった従順なところを評価されてたりとかするんですけど、まあ本田圭佑そうですし、まあそれ以外の選手もですね、まあちょっと監督の意見と違ったところがあったりとかしたみたいで、それをですね従うっていうよりもちょっと自分たちのやりたいようにサッカーを変えてしまう、ハーフナーマイクを入れた時にちょっと高いボールを入れないところがちょっとザック不満だったみたいなことを言ってたりですとか、まあそういったところでですね、日本人っていうのは僕たちが思ってるような、日本代表っていうのは僕たちが思ってるようなほどこうなんていうんですかね、言うことを聞いちゃってダメっていうよりこう結構ですねわがままな部分もあるんだなっていうふうに思ったりとかしまして、そういったところでこの、ハリルホジッチ監督のコメント、日本代表は全員のものであり、ホンダの個人的なチームではないとも伝えたっていうところですね、ちょっと思い出してしまいました。それと本田圭佑はですね、アメリカで、働くことって言いますか、アメリカっていう国にすごく魅力を感じてるっていうのを、この本の最後の方に書かれていまして、そういったところで今サンダーランドとかからの誘いがある中でメジャーリーグサッカー行きの噂、これがですね現実味を帯びているのが、まあこういった発言だったりとか、今後のね展開、このね、クラブで試合に出ていないと使わないっていうところで考えると、スタメン争いですね、セリアより緩いメジャーリーグサッカーに行って、それでね活躍して日本代表に生き残るっていう考えもですね出てくるんじゃないかなというふうに思います。このですね、トップの点取り屋でありベストパサーでもあるっていう意見は別にですね、こうリップサービスではないと思うんですよ。セリアでですね開幕から6試合連続得点とかやってた時期もありましたし、もともとパサーとしての能力もあります。そういった中で病気とか怪我乗り越えて今の状況になっていますので、昔のような絶対的な中心の存在には感じられないかも知れませんけれども、その経験値とかだったり、残してきた実績で言うとハリルホジッチがですね、信頼するのはすごくわかる選手ですので、ぜひともですね日本代表でまたチームを勝たせる存在、本田圭佑のですねその経験値っていう
のは、必要になってくる時があると思いますので、このですねハリルホジッチの考ええー、この言葉をですね、本田圭佑が受け止めて、またですね、日本代表に戻ってくる時の活躍を期待したいと思います。といった感じで、今回いかがだったでしょうか。明日の動画もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ。